はい、ということで5回目終わりですけれども、うん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。嬉しかったです。いつになく、うん、なんかリエちゃんが強気な感じ。そうでしょ、うん、そんなに弱弱なの。いや弱弱弱弱弱かわいいな。なんかね、いつもと違う甘え方をしてるよね、うん、川澄さんが川澄さんがいるからね。可愛らしさがまた違う可愛らしさがなんかごちんじってきたな。溢れ出てますね。いじりたくなくなるよ。久々にうるせえな頂戴したよね。ご褒美ですからね。ワンワン。おかかわいいなもう。ということで今回はここまで。お相手はプリュー役日野さとしとフェンリス役のクイーミアリエと第一王女役のカスミヤコでした。バイバイ。60本きついよって言ってたけどね。ね、まあまあまあいろいろと、うん、うん、うまくいけばね。ちょっと待って、11月22日っていい夫婦の日じゃないこれ。おお、そうなんだ。ワンワンニャンニャンみたいな。うまいね、いい夫婦。え、知らなかった。知らなかった。マジで私こういうの好きなんだよ。わかった、覚えてる。この日付で語呂合わせみたいな。いい夫婦ね。うんうん、そういう感じですよ。じゃあもうめでたい日続きじゃないですかこれ。ルイジュにチャンピオンベルトがね、イエイ、送られません。何がイエイですか。